Hiroko です。 1周年を迎えたアキバッテルへようこそ。今日のアキバッテルでは渋谷にできたレトロゲームを楽しめるゲームカフェの様子をお楽しみください。それから後ほど1周年を記念したプレゼントもありますのでお楽しみに。でもまずは秋葉原にできた献血センター、新しい形の献血センターの様子をお楽しみください。私が今来ているのは東京都赤十字血液センター秋葉 F の献血ルームです。こちら秋葉原に特化した献血ルームになっているということで、とっても変わった見た目ですよね。秋葉原 F は日本で初めて赤十字が特別なデザインを施して建てた献血センターです。秋葉原を訪れる人たちに来てもらえるように宇宙船をモチーフにした内装となっています。センター内はとても明るく清潔に保たれているため、献血もストレスを感じることなく行うことができます。経験のため私も実際に献血してみることにしました。でも初めに書類にいろいろな情報を書き込むのですが、他にも利用者に嬉しい秋葉 F のサービスを発見しました。こちらの献血ルームではですね、このようにドリンクマシーンがありまして、自動販売機がありまして、全部無料でココアをできました。あ、すごい、献血応援していますだって。私がココアを飲んでいる間に書類の処理が行われ、ついに私の番がやってきました。今からお医者さんの問診を受けていきたいと思います。こんにちは。よろしくお願いいたします。じゃあちょっと待っててくださいね。はい、検査が終わりました。で、実際に今度は血液検査をします。献血の前や後の待ち時間に用意されているのは無料の飲み物や食べ物だけではありません。秋葉原のこの献血センターには本棚にいろんな漫画も用意されています。これゴミ箱もなんか面白いんですよ。いきます。光った。こっちもゴミを入れると青く光ります。面白いですね。いよいよ献血台に座ったのですが、この献血台もハイテクなんですね。各台には写真や動画が入った iPod Touch やテレビが装備されています。なんかクイーンみたいじゃない？いいね。これはもう大丈夫。時間の方もあまりかかりませんでした。 200ml の献血を無事終えることができました。秋葉 F のもう一つの面白い点は、ここを訪れた人が自由に記入することができるスケッチブックやノートが置いてあるところです。秋葉原ならではのとても上手な絵が残されていました。こんな感じでとても上手に描かれています。もちろん私も一言メッセージを残させていただきました。最初のドラえもんの方はちょっとひどいですね。再度チャレンジしましたが、秋葉 F は新しいタイプの献血ルームで、今のところとても良い結果を残しています。東京赤十字は現在東京の吉祥寺に2つ目のテーマ付き献血センターを建設中です。海外の観光客にとって残念なニュースは、観光客はここで献血することができないという点です。献血するためには最低数週間日本に滞在している必要があり、ヨーロッパの諸国に滞在していた人たちは狂牛病の影響で献血をすることが許可されていません。はい、献血とっても痛かったんですけど、またやってみたいと思います。後ほどまだまだプレゼントがありますので最後までご覧くださいね。次は渋谷にできたレトロゲームが楽しめるファミコンカフェ、そちらの様子をご覧ください。家庭でできる人気のゲームといえば PSP だったり Wii だったり、
あると思うんですけれども、今日はですねファミコンとかスーパーファミコンといった昔のゲームも楽しめるカフェを渋谷に見つけましたので、そちらにやってきました。こちらの方でですね今からどんなカフェなのか見ていきたいと思います。こんにちは。あ、すごい、なんか赤と白でなんか、あ、ファミコンとかゲームが いろいろありますね。こちら、あ、これスーパーファミコンですね。こっちが Wii のなんか変わった感じの Wii で、あ、プレステ3と、一番奥が古い昔のタイプのファミコンですね。このカフェはファミコンシティという名前なのですが、これには理由があるんです。トレイの中は数百個のファミコンやスーパーファミコンのカセットで埋め尽くされています。各テーブルに置いてあるメニューには600以上のゲームがリストアップされています。メニューの中から好きなゲームを選ぶとスタッフの方が用意してくれます。準備が整い次第ゲーム開始です。私が選んだのは1983年に初めて登場したゲーム、ぷよぷよです。小さい時にやっていたゲームで、コンピューター相手にとても懐かしい気持ちになりました。もちろん勝ったのは私です。人気のゲームっていうとどんな感じでしょう？やっぱり古いファミコン、スーパーファミコンから最初のものだと Wii が人気ですね。海外からはお客さんって結構いらっしゃいますか？結構来られますね。懐かしいゲームやまた最新のゲームで遊んでみたくなってきませんでしたか？1時間コース内のドリンク1杯付きでたったの600円、もしくは1980円で2時間の飲み放題がついてきます。それからもし夜を楽しみすぎて終電を逃してしまったら、その時は夜11時から朝5時まで滞在できる3480円のオールナイトのパッケージもありますよ。こちらにファミコンシティの人気のゲームのランキングがあります。まずプレイステーション3の一番人気はウィニングイレブン2010、サッカーのゲームですね。でプレイステーション2の一番人気は桃太郎電鉄15、これ電車で進んでいくゲームですね。でこれがスーパーファミコン、スーパードキンドンキーコング2、ゴリラのやつですよね。でファミコン、私が小さい頃の世代の人がよく遊んでるものですね、スーパーマリオブラザーズ3、人気ですよね。で PSP1 位がモンスターハンターのセカンド GDS がマリオカット、またマリオ人気ですね。で Wii の一番人気もまたスーパーマリオブラザーズとなっています。やっぱりマリオが人気みたいですね。渋谷にあるこのファミコンシティのリンクと住所はアキバッテルの Facebook ページからチェックしてみてください。はい、今日の秋バテルいかがでしたか？最後にプレゼントのお知らせです。先日発売されたエヴァンゲリオンの新しいブルーレイ DVD バージョンの方を記念して、 UCC さんの方からこの缶コーヒーと、それとことぶき屋さんの方から出ているこのフィギュアのセットを3名様にプレゼントしたいと思います。応募方法は簡単です。ツイッターで秋バテルとハッシュタグをつけて今日のエピソードの感想を聞かせてください。締め切りは6月24日となっています。それでは皆さん頑張ってツイッターでこの秋バッテルハッシュタグをつけて感想を書いてみてくださいね。お願いします。じゃあまた。